やばい、ちょっともうあいつらまで食べていい。ちょそうだね、ちょっと間に合わないな、みんな待ってたら、うん、行くしかない。これその中野ブロードウェイの、はい、有名な特大ソフトクリームね、はい、8段ですかね。やばいやばいやばい、やばい、やばい、来た来た来た、ちょっと来た、怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる、ダブル、ちょっと待って、怖すぎる、怖すぎる、ちょっとあの一人、ちょっとあいつなんでいる、このタイミングでトイレ、トイレ行った、いるかよ、俺絶対食えないよこれじゃあもう今、やばいお腹痛いって言ってた、確かに、ただ今マスク下げる、マスク下げるちょっと、でしかもこれさどっちも見てなきゃいけないからさ、うん、わあ怖、でももう行くしかないもう、怖、怖マジで怖い。うん、これ三段で落とす音からだよ怖いね、これちょっとずれてくんねこれ、うん、あ、うまっ、一番上はイチゴ、あ、イチゴ一緒だ、うん、あ、ストロベリーが俺2個になってるわ、ほんとだ、優しいピスタチオかな、俺、うん、夏アレルギーね、だ対応もしてくれますから、うん、だからこれスプーンないとちゃんと上から食うしかないんだな、高いは味変できるけど、いやでもね、だスプーンで食べてくださいって言ってたよ、だってやっぱそうだよね、推奨するような、ね、めっちゃ怖いんだけど手前のが俺もうだって31の俺3段を倒した男なんですよ、うん、それが今8段ですよ絶対落とすでしょ、やばいやばいやばい、やばいよ、うん、いやあいつ、あい来いよ、ソフトクリーム、お腹痛いって言ってたから急にじゃあなんで食うって言ったのよ本当にあいつが行こうって言ったけどな、言ってたよチャンスあるさ、うん、あ、コーヒーかな、これ美味しいです、あー、うん、カフェオレみたいなやつかな、うん、コーヒー食いて、そこ食いてあ、来た、やっと来た、あ、早く早く、怖い怖い怖い、早く怖い怖い怖い、一応、かなりリスキーな状態で食ってるよかった、ようやく、ちょっとようやく普通に食う、もうそうだったからどんなタイミングで行ったの、いや、もう、前に行くべきだ、いや、もう爆発する、めっちゃ怖かったよ俺、普通に俺2個持ってくる時特大3つでって言ってトイレ行ってきますえ俺でもその時の俺の顔も見てた、いや真っ黒だったなんかちょっと俺周りの人もうすげーって言われてあいつ2個食うと笑う、特大2個行く気だ、うん、はい、うん、うまっ、そっか、そう、いちごからだね、いちごから行こうかな、うん、そう、あら味変できるかと思ったら多分ねバランス的にね無理だね、あれを こうやるやつできないけど、あ、下からこの食べ方はこうなのよ、ずっとそう、あ、こうやったら7色になりますよ、レインボー食いね、ほら本当だ、でこれ一番綺麗、そうそう、これが全部混ざった味、一つ一つ味確かめてないけど、混ざってわけわからん味になる、うわどれいいね、あ、一番強い、ピスタチオ勝つ、俺ピスタチオ勝ってます、高井さんはピスタチオないからコーヒー買ってる、うん、あー、2位はじゃあコーヒーなの、うめえ、コーヒーっぽい、これ俺みんなもそっか、初めて食うし、初めて、うん、ずっとその沼袋にばあちゃん違うんだから近かったんだよ、うん、で、これを食べたいなとも思ってたけど子供ながらに絶対に食べきれんだろうと思ってそうね、なんかシンプルに量すごいからな、うん、これじゃあ大人になって、大人になってようやく夢が、あ、でもやっぱ、いってんな、うまいわ、食い方、うん、追いつけるか、うわ、これ目は、うわ、綺麗、ほら楽しい、うん、あいいね、速度冷たいいわ、もうすごいよ、ちょっと、やば、寒いよな、あ、でもクリームが美味しい、ボケられるよ、あるからな、いってるな、いいし、うん、会話もうでも2段終わって、うん、うわ、かわいい、それ黄色い何？マンゴー？あ、焼き芋、うん、だ季節の味もあるな、うまそう、焼き芋、パキごま、これあ、ごまかな、ラムネいけん、あ、ラムネ、あ、いいね、うん、すんめてうまい、すげえ、てかやっぱこのソフトクリームになるだろうと思うんだけど、うん、お前今がっついたらさ、うん、顎がこの殻ついたねぶつかっちゃうんだよね、そう、でかすぎて、すげえな、でも作る方も大概だよな、よくこんな詰めるな、めっちゃ上手だった、むずいよね、うまい、うまかった、
そこ見たかったな。道作るのめっちゃ早かったね。うん、そうそう、めっちゃ早かった。マジで困ってよ。あいつ来ねえなって。もっと時間かかると思ってたから。うん、思ったより時間早かったな。いや、プロやった。まあ、女の子とかでもずっと見てた。いや、見るよ、こんな。後ろ髪光ってた。うん、あの子もう一回大人だったら食いたいなと思ってたね。あっ、食うか、もしかしたら。あ、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 場所変えます。場所変えましょう。ここの角、角でうまいこと。この角で、このマップ見ながらのマップで食おう。うわぁ、来るな、結構。あ、ラムネに行きました。うん、うわ、もう一個そっち行った方がいいかもしれない。うん、うん、じゃあ、顎拭きてぇな。今、ソフトクリームなんだけど、うん、量すごすぎて、喉越しの音聞こえたんだけど。ゴクって、ソフトクリーム。食堂が冷たいの、今。すげえ量だな。この量、なかなか食わないね。いや、だから、もう、シェアを前提と してるんじゃない本来は。こういうもんなんか。うん。前提として3つ頼んだから俺。そうだね。うん、うまっ。うん、じゃあラムネうめえな、やっぱ。うん、うまっ。やっぱこのタイミングでちょっとさっぱりするやつ嬉しい。順番もじゃあうまいことなってんだ。ああ、頭が痛いか。近くか、どっちだ。頭、うん、頭か。ここはもうほんと冷たい、硬いなんやから。俺の進化冷えてくる。今ね、11月ですけど、目の前でお寿司が握られてんのをね、ずっと見ながら。うまそう。うん、あ、もう一回。あ、でももう、いや、もうゴール見えてきた。うん、もうちょっとでコーン食えるよ。コーンあったかいぞ。コーンあったかいぞ。団子取りたい。コーンで。コーンあったかいからな。まさかな、団子取りたいっていう日が来るとは。うん、ああ、息詰めた。あ、チョコも美味しい。王道。一段目がそうなんだ。うん。あ、あれから硬いのかな。え？要は質がアイスの。へえ。土台になりやすいんじゃん、だから。なるほど、うん、その、ね、粘度が高いっていうか。そうそうそう、あ、このストロベリーのちょっと柔らかめだったよね。確かに、うん、甘いからかな。あー、甘い。糖分か。うん、あ、うん、すげえ、雨のは着々と細くなってる。けー、うま。手に行ったサイリウムみたいにすんだ俺。いえ、発色。あ、チョコ美味しい。もうチョコアイスになるんですよ。チョコアイスからのホットコーン、うん、ホットコーンだ。うん、あ、いいな、そういう、そういう舐めて。そうだよ、目の前がうどんとかだったらな、もうちょっとあれだけど、寿司だから冷たいよ。ホットコーンゾーンに行きました。ちゃんと詰めてくれてんだ、中にグッと。いや、すごい、だからサービスすごいよ、ほんとに。うまい、中まで入ってる。あったかい。うま、うん、あったか、うま。常温がこんなあったかいとはな。うん、やっぱあんだけ冷やされたら。うん、息詰めて。うわ、雨いけるか、そのね、その細さ。もうね、ちょっと倒れた。あ、でも、もうでもかぶりつける細さには。どう、もう一人前に。うまい。
人前レインボーアイス。おお、こ、なんか形がやだな。え、ボタンついてないのよ。やめ。言わなかったんだから。言わないようにしたんだから。職人。ちょっと形違うの。形やだ。気になるんだよ。なっちゃうじゃんか。ちょっとこういう。こういう形になってる。カーブもさ、すごい嫌なんだよな、なんか。膨らんでんだよ。うん。なさいよ、本当に。いいですね。食べてもいいんですよ。これ倒れちゃうよ。上から怖いんだよ、なんか。いや、だって、でも。いや、これ使ったら、だって、横から行くわけに。ちゃんと上から喉奥まで行けるよ。やりなさいよ。うん。倒れちゃうよ、だって。うぅ。うわ、マジで意味わかんないよ。いや、危ない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 中折れしちゃったらちょっとね今ほんま続けんだよ中折れした久米系すごいね11月に8段アイス、うん、で今日は久々になかなか寒い日らしいよね、うん、今日は上がんない気温がうわすげえ、うん、食ったうわ、うん、うまっうんそうかあうめえ冷たかったうんアイスの感想冷たかったあアイスがあやっとようやく見たことあるサイズいや下手くそじゃないこれ丸のやつお父さんもっとやってるって言うてるよ寒かったこれこれいいねうん確かになんか童心に戻るよ、うん、最初すごいでもやっぱり一人はおすすめしないなこれね子供は無理だと思う、ね、無理だな、うん、ガキは無理だめっちゃメロールメイクだけでさ、うん、テンションも上がってる、うん、おばあちゃん家が沼袋にあるから、うん、歩いて15分ぐらいで来るあ、そうなのだからその、お年玉を、うん、みんな親戚の子供もらった後に、うん、一回ブロードウェイ行くかっていうあ、まあ、見ながらこれ、ね、なるほどねアイス食って、うん、お腹痛くなって帰るみたいなそのね、いい思い出だね最後お腹痛くなって確かにブロードウェイってめっちゃ小学校の思い出があるあいいね確かになんかマグロのお店もあったもんねほう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 鮮魚屋さんとか確かに最高だよこの辺がやっぱ地元ってすげえおしゃれよな、なんか中野はね、うん、そんなこじくるこいつはもういやすごいの詰まってんのよ、下のほんと先っぽまでいや、うん、コーンと一緒に行けばいいのに、うん、なん純粋なダメ嫌なのカレーとか混ぜたくないからコーンはコーンで食べたくないほんとですか変な人コーンだけで食いたいんだうんうまいね中野に来た最後だねうまかったうん皆さんも皆さん中野に来たらブロードウェイ地下1階まあ2人ぐらいで食うのが一番いいそうだったデイリーチコさんねはい、うん、それが一番いいはいチコさんはい食べましたはいごちそうさまでしたごちそうさまでした